んにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容でお話していきたいと思います。今回のテーマは守護霊の回答は忘れた頃にやってくるということでお送りしたいと思います。守護霊との交流ということでですね、だいぶお話をさせていただいているんですけども、守護霊様にですね投げかける内容っていうのはいろいろあるんですけども、一つは質問というものをですね投げかけるという方法があります。つまりどうしたらいいか迷ったりすることありますよね。どっちに行くべきかとか、あるいは悩んでることがあって、それに対する、アドバイスを、いただきたいということで、いろいろお祈りをしたり語りかけをしたりするわけなんですけども、その回答はどのくらいで来るの、つまりその回答っていうのは直接心の中にこうふっとメッセージとして浮かび上がってくる場合もありますけども、サインとかいう形でですね、現象を通してさまざまなメッセージが、与えられるというケースもありますよね。例えば、今度忘年会があって、幹事を任されました。で、幹事を任されたんだけど、どんなお店にすればみんなが喜んでくれて親睦が深まってね大成功する、そういった忘年会になりますでしょうか。皆さんが幸せであって、で自分自身のその何らかの魂の向上に寄与できるような忘年会の幹事としての役割を果たしたいと思ってるんですけども、どんなお店がいいでしょうか、なんでね、例えばお祈りをするとしますよね。そうするとふっとこう街を歩いてたら看板が目に入るとかいうことがあったり、チラシをなんかポストの中にチラシが入ってて、あ、なんか居酒屋のチラシだなとかね、いう形で回答が返ってくる場合があるんですけども、これがですねちょっといろいろ問題があって、なかなかこのサインというのを見つけられないと、なかなか回答がないんですけどっていう、そういったご意見があったりですね、そういう感想を抱く人がいるんですね。そう、確かに守護霊様にですね語りかけたりお祈りをしたりしても、そのリアルタイムでこう返ってくる場合もあるんですが、リアルタイムじゃない場合もあるんですね。で、一つの規則性を言うとですね、大きなこの非常に重要度が高く大きな影響範囲が大きいものとかね、そういったものに対する大きな内容はなかなかこうパッと返ってこない場合がありますね。今言ったような居酒屋がどうこうとかね、忘年会がどうこうぐらいだと比較相対的に回答を早く返ってくる傾向はありますけども、例えば自分の人生の一大決心するときなんかはね、なかなかこの回答がパッと返ってこない場合もあります。なのでそのお祈りとか語りかけをした内容のその重要度とか影響度の度合いとかによって、こうサインもねなかなか返ってくるのが遅れる場合もあるということもあります。一つは、ただそういうものとはまた別にですね、なかなかこうサインが受け取れない、守護霊様からのメッセージというものを受け取りにくいという、やっぱりそういう方がいらっしゃいますね。ご感想として持ってらっしゃる方が。で、それはなぜかっていうことをちょっと今回お話ししたいんですけども、やっぱりこの自分にとってすごく重要な、例えば質問とかね、あると思うんですね。これだけは何としてでも教えてもらいたいとかね、これだけは絶対に失敗できないとかね、そういった思いが強くなればなるほど、実は守護霊様からの回答って遅くなる傾向がある。遅くなるというよりも、なかなかその答えとなるようなサインを見つけられなかったり、あるいは気づけなかったり、もう心の中にメッセージが浮かぶなんても全然できなくて、全く回答がありませんというような状態になりがちなんですね。それはなぜかというと、やっぱりそれだけの思い入れが強いとですね、執着心が強くなっちゃうんですね。
で、執着心が強くなるとですね、守護霊様からのメッセージとかサインが出ていても気づけない。逆に執着心が強いとですね、要はどういう状態かというと、ある種のその絶対にうまくいってほしいとかね、あるいは絶対にこういう回答であってほしいみたいな、ね、ちょっと本当は聞いてるんだけど こういう回答が欲しいみたいなね、そういう気持ちが強いとなかなかそのサインというものがそういった執着心の雑念で阻害されて受け取れないっていうことが多いんですね。なのでできればですね、こう執着心というのはなるべくこう 薄く持った方がいいです、ね、もちろんいきなりその執着を捨てなさいみたいなことを言ってもね、難しいと思うんですけど、なので一つのコツがあるので今回それをちょっとお教えしたいと思うんですけども、まず守護霊様にその語りかけたりお祈りするときはもう思いっきり素直になっていいと思います。つまり執着があるなら執着があっても構わないし、で素直な気持ちでそれを語りかける、お祈りをする、ね、例えば合格したい大学があって受験勉強頑張ってるけどどうなるんでしょうか、まあそれは聞いてもしょうがない、聞いてもしょうがないことはあんまりこう守護霊様って答えてはくれないことも多いんですけども、例えばどうしたら、ね、大学に入れるようなね勉強ができるような勉強法を教えてほしいとかね、あるいはそういう合格に近づくような塾や予備校はどこ行ったらいいでしょうかとかね、どういった問題集を解いたらいいでしょうかとかね、まあいろいろありますけども、そういったことまあお祈りをするわけですけど、お祈りしてるときはもう思いっきり素直に知りたいこと、まあそれはもしかしたらその守護霊の意にかなわなかったり、魂の向上という視点で見たら全然関係なかったり、むしろマイナスに働くと守護霊様が判断した場合には、まあ、帰ってこない場合もありますけども、でもそれでもまず語りかけるときは素直な気持ちで語りかければいいし、お祈りするときも素直な気持ちでお祈りすればいいんですね。ただもうお祈りを例えば5分でも10分でもいいですけどやって、その後にお祈り終わるわけじゃないですか、語りかけ終わったと。そしたらですね、ちょっと忘れてほしいんですね、そのことから離れてほしいというか、その瞬間にちょっとだけそのことの執着をこう手放すというか、まあ忘れるぐらいでいいと思うんですね。捨てるっていうとそんな簡単に捨てられるぐらいなら執着しないと思うんで、ちょっとだけ忘れる、で忘れて違うことをやると、全く違うことを、そのお願い事というかご質問の内容とかね、守護霊様に投げかけた語りかけた内容とは関係ないこと、もうそういうことは考えない、全部もう預けちゃったっていう気分になって一旦忘れてほしいんですね。で忘れると本当に忘れ切った時にふっと本当にサインというか回答が来ることが多いんですね。これ本当に私の経験上もそうですけども、守護霊アドバイスとかもやっててもですね、やっぱり守護霊アドバイスを、まあ、出してあげてとか出させていただいて取り次ぎをさせていただいて来るんですけど、その時はさっぱり意味がわからないみたいな感じになる方もいるんですね。まあすぐにその内容の意味を理解し活用される方もいるんですけど、それを見てもなんかピンときませんという方もやっぱりいらっしゃって、そういう方はやっぱりそれに対する執着心が強いとやっぱそういう傾向があるんですね。で、まあちょっと間を置いて、で読み返してみてたら、なんかいろんなところにね、その鑑定でこう書かれていた内容と符合することがですね、まるでシンクロニシティのようにこう符合する部分がいっぱい出てくると、あ、そういえばなんか鑑定結果にそう書かれてたなっていうことが次々起こってたなっていうことに後で気づくと。だから執着してるときは出てても気づかない、でも後でよくよく考えたらとか、執着心がこうね静まった後、忘れちゃった後にふっとこう見えてくるということがあるというフィードバックをですね結構いただくので、やっぱりそうなんだなと。やっぱり執着心を持ち続けているとサインにも気づきづらいと
いう傾向があるということは、まあ、経験上、あとそういったフィードバック上確信してますので、守護霊様からの回答をなるべく早く、ね、受け取りたいと思うのであれば、一旦そのことから投げかけた、語りかけた、祈り、お祈りをしたその内容から離れる、ね、忘れる、ね、一旦忘れて違うことをする、違うことを考える、これをすると、まあ、回答を、まあ、いただきやすくなりますよというのが、まあ、一つのコツかなと思います。ということで、今回の守護スピラジオは、守護霊の回答は忘れた頃にやってくるというテーマでお話しさせていただきました。今回も守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下、説明が書いてあるところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。